次の出演者は口笛太郎さんと武田祐樹さんです。もう大丈夫なんですか？しかも出会って15年の、2008年のね、あの世界大会で初めて出会ったの、今年15年目の、26歳さんのカップルがついにここでゴールインしたというですね、まあ、世の中のそんなようなことになっておりますけれども、そんなわけで、本当はね、どうなんですか、今日の日は、僕はゆっくりと、こんな前に座ってるね、頭に取り付けた人みたいに、演奏もせず、ゆっくりと安心して過ごしたかったんですけど、そうしようかなと思ってたら、大丈夫から連絡があって、一緒にやりましょうっていうふうに言われたので、めんどくせえなとか思いながらですね、まあ、断る理由もないし、そんなふうに思ったんですか？いやいやいや、なんか気楽にっていうのもあったんですけど、でも、あんまりね、もう僕、人の前で演奏しなくなったので、こう本当に口が痛いから言うのかよとかって思われてる可能性も、あと CD を売る機会がなくなっているので、今日持ってきたので買っていただきたいとか、いろいろ理由がありましてですね、ここは、武田君、ね、わざと言ってきてる方
ありがたいと思いました。いや、太郎さんはですね、大会コンクールには絶対出ないというですね、固いポリシーを持っていらっしゃいまして、負けるのは嫌っていう、ね、こういう場でもなかなか名前を出すことができないので、お願いしたいと思います。ね、あんまりですね、世界にはジャズをやる、口笛奏者っていないんですけども、うん、太郎さんと私と両方たまたまジャズを、日本でやってるもので、東京でやってるもので、2人で結構ね、即興の掛け合いとかやったら面白いんじゃないかなっていうのもありまして、はい、そんな感じでアドリブなんかも交えつつ、やっていこうかと思います。はい、今日は3曲用意しておりますが、1曲目はですね、ビリー・ジョエルのザ・ストレンジャーという、口笛って言えばという曲ですよね。そうですね、イントロが口笛ですからね。はい、そう、はい、こんなむちゃくちゃなアレンジでやってしまって、もうビリー・ジョエルもごめんねっていう感じですけども2曲目は、まあ、1曲目は僕の口笛をフィーチャーして、お届けしましたけれども、2曲目はですね、これは武田君の、口笛を大フィーチャーいたしました。彼がこれをやるぞということで、隣のトトロですね、はい、隣のトトロの、風の通り道という久石さんの、はい、曲をですね、ちょっといろんなことをやってみようと思います。はい、それではお聴きください。風の通り道。機材が多いのでね、すいませんね、本当に。そんな簡単に取れないけど、大丈夫ですよ。じゃあ、まずは。Thank you.
して、なんかね、楽しいんですよ、2人でやってると。練習2回ぐらいやりましたよね。そうですね。うん、高谷君の家でやったんですけどね。はい、いい家でしたよ。狭いに接待いやいや、F 町を歩いて1分。そうですよ。お待ちしております。そうなんですよ。楽しくてね、まあ、もしあれだったら、またね、ちょっと2人でやりたいなっていう。そうですね。この手を、今日が初ライブなんですけれども、はい、続けていけたらなと。パーマネントなね、感じにしていけたらなというふうに、思っておりまして、まあ、バンド名もね、57歳まで、僕、下り坂57とかになりました。私はどうするか。そうそう、登り坂さんって言うの。登り坂登ってもいないです。まあ、ね、登ってるからね、どうしようかなとかと思いつつ、まあ、ちょっとバンド名も考えなきゃなと。そうですね。皆さん、今日、口笛の演奏初めて聞かれる方、どれぐらいいらっしゃいますか？あ、結構いらっしゃる。ありがとうございます。ですね、これまでずっと口笛演奏者の方が演奏されてきたんですけども、ちょっとですね、技といいますか、そういったところのご説明もできたらなと思いましてですね、さっきから、すごいピロ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 、この2人言ってるかなと思うんですけど、これをですね、ウォーブリングといいますか、口の中でですね、まあ、何らかの形で空気の流れを瞬間的に切り替えてですね、音をこうやってつなげて、やるっていう、こういう技があったりとかですね。はい、それはどういうリアクションなんですか、加藤さん。いや、そう、難しいことやってるなと思って自分でね、はい、あまりもちろんかったんで、そう、出してないというか、まあ、いろんなのありますけど、ね、20音とかありますね。あ、そうそう、こうやって2つ同時に音が出せるとか、まあ、なんか大体こういうことをやりたいのって男性なんですよね。女性の方はしっかり音楽的なところを追求していく中で、男性はどうしても不公平調といいますか、かっこいいことをやりたくなるっていう、いらんことをね、してしまうんですよ、男って本当に。先生、それで面白いんだな。失礼しました。はい、それでは、最後、1曲やらせていただこうと思います。これはですね、スティービー・ワンダーの Isn't She Lovely という曲。そうですね。はい、これね、武田君の家に行った時に、お子さんがね、まだ小さいお子さんがいらっしゃって、これスティービー・ワンダーのね、お子さんに向けて書いた曲なんですよね。ずっと調べて、まさに、これも武田ファミリーに向けた曲だと思いますので、ずっと調べて最後にお届けしたいと思いますので、じゃあ聴いてください。
ありがとうございました。口笛太郎さんです。